北畠屋は、日本の公家、武家、家族だった家。村上源氏中院家所流。武家としての通詞は、ぐ。南北朝時代に、南朝の中心として、重きをなし、伊勢国に進出して、南北朝合一後も、国司として、勢力を保ち、公家大名を、戦国大名として、戦国時代まで名脈を保った。また、大名化しても、 公家としての意識は持ち続け、伊勢国史家の歴代当主の顔は、武家ではなく公家のものであった。明治維新後、北畠家の加盟は、中野院流小賀野家の分家として再興され、断尺に除されている。中院家の仮想通り方の子、宮比家が、落北の北畠に移ったことから、北畠を称し、代々和漢の学を持って仕えた。 宮火家の子、塩屋は、苦行部人によれば生まれる前に、塩屋の子、諸重は2歳で、諸重の子、近房は、生後5ヶ月で、近房の子、秋家は3歳で除赦しているが、これは三条未獣や大宮末平、当院金方、当院君都氏のように、北畠家が、天皇の指摘に近い進化であったことが原因であると、考えられる。 ミヤビーの母の老いにあたる源の正し具は、行位とは無縁であった。国人王に早くから仕えていたため、国人王の即位に伴い下別社会を昇進することになるが、ミヤビーもミヤビグと同じ時期から同じように出世しており、ミヤビーも即位前の国のように仕えていたと考えられ、それによって、ミヤビーの子孫たちも早くから助釈されることになったのである。北畠家は、 御佐賀天皇以降大覚寺等との関係が深く、御佐賀上皇出家時には、宮尾家が、亀山上皇出家時には、塩屋が、五田上皇出家時には、諸重が出家している。鎌倉時代末期の北畠近房は、五醍醐天皇の権務の申請を支え、五醍醐没後には、南朝の軍事的指導者となり、南朝の正当性を示す、神皇正当記を記した。 近房の長男、北畠明家は、父と共に、ノリナガの王を報じて、欧州鎮定に赴き、県務政権から離反した、足利高氏を京都から追い、自邸の北畠明信と共に、南朝勢力として、足利法と戦った。近房の三男、北畠明義は、伊勢国士となり、以後の北畠家僧家は、伊勢に定着した。室町時代に入っても、 伊勢で、独自の勢力を持つその支配形態は、国史体制を維持する、いわば区下大名というべきものであった。幕府の伊勢守護の勢力圏が、北伊勢に限られたのに対し、雲津川以南の一四軍、飯高軍、飯野軍、滝軍、渡来軍といった南伊勢は、北畑家が掌握していた。また、歴代の当主は、一四軍の多芸城を居城とし、 タグエゴショと呼ばれた。南北朝合一後、明徳の和訳が守られず北朝系によって天皇位が独占されるようになったことに反発し、王二22年に北畠三政が室町幕府に対して挙兵した。一度は和睦したが、象徴元年7月に死死のなかった昇降天皇が崩御した際も、北朝暴流のご花園天皇が、 後継に選ばれたため、小倉偶政将を担いで、再び反乱を起こしたが、幕府の大軍に攻められ、同年12月に、安納軍岩田川にて討ち死にした。この戦いで、北畠家は、一主軍、伊高軍を失い、それぞれ長野的を、時持雷に与えられたが、後に、幕府から返還された。柿津元年、足利義則が暗殺された、柿津の乱が起きると、 首謀者の一人で、遠赤関係にある赤松和康が、国史北畠教具を頼ってきたが、保護を拒否して自害させ、幕府への強順を示している。応仁元年の応仁の乱では、戦火を逃れて、伊勢にやってきた足利義美を保護している。北畠家は、東軍方についたが、落中の戦闘には参加していない。他方、 敵対する北伊勢の長野工藤氏は西軍についている。室町時代後期、京具、北畠正里、北畠大親の三代に関しては、断続的に幕府から伊勢守護に任命され、伊勢国氏と守護を兼任した。伊勢北畠氏からは、木造氏、大河内氏、万内氏、田丸氏、星合氏、波瀬氏、藤方氏の諸氏が分かれ出て、それぞれ御所と称された。 木造御所は北畠書流の筆頭であったが、木造御所の関位は北畠宗家、多芸御所を上回ることもあり、たびたび宗家と対立した。そのため、田丸御所、坂内御所、大川内御所の三屋が北畠三御所となり、中でも、大河内氏は筆頭とされ、宗家が絶えた時は、これを継ぐ立場にあった。また、欧州、津軽には、 北畠秋家の子孫説や北畠秋信の,の子孫説、または秋家の子孫が入り婿となったとされる北畠書流が浪岡御所として存続していた。織田信長国印上、高島町歴史民族資料館像戦国時代に入ると英主、北畠春具が現れ、北畠家は南伊勢、島国、伊賀国の南部、山和国の南部。 紀の国の東部にまでに及ぶ一大勢力となった。他方、北伊勢のオスタル、長野工藤氏とは激しく争ったものの、決着をつけることができなかった。晴れ具の子、愚境の代には長野工藤氏を従わせて、北伊勢に進出し、島への支配も強めるなど、戦国大名として最盛期を迎えた。また、英六5年5月に、 長野知キ富士と長野富士貞が死去したため、長野市の支配権を完全に握った。しかし、愚狂の子、愚望の代になると、伊勢国はたびたび、織田信長の信仰を受けるようになり、北畠家の旗元であった勘弁氏長野工藤氏が次々、織田家に服属して、信長の弟、後藤守に迎え、織田家に乗っ取られていった。 永六1 2年8月、織田信長の信仰を受け、大川地上を包囲、攻撃され、10月に、将軍、足利義明の仲介で和議を結んだ。その結果、信長の次男、織田信夫、北畠愚望の養子とし、かつ先代愚教の娘、雪姫の婿に迎えるという織田家に、有利な形で講和することとなった。信夫は1575年に、 北畑家の家督を相続する。この時、木造氏の当主は愚痴の実定、木造愚政であったが、織田家に内通している。天正4年11月、三世御所に隠居していた、愚痴は、信長の命を受け、信尾が放った四角により官を吸収され、四男、徳松丸、五尾、亀松丸と共に暗殺された。次男、長野具富士三男。 北畠近重は、田丸る御所にて、大河内森道、はぜぐ、ゆ岩内光つ坂内具ぎと共に殺害され、坂内御所においては、坂内具ぼ桐山御所においては、城代、北畠正成、及びはぜぐ通りが殺害された。北畠はじめ門抹殺の理由としては、足利義明の信長包囲網に組みするだけだ。信玄の正常作戦に際して、 愚狂が船を出すと密約を交わしていたことなどが挙げられる。愚房はその身柄を滝川一益に預けられ、あの軍河内に3年間遊兵された後、天正8年1月5日に京都で死去した。これら一連の信長の行動により北畠家は、名実ともに織田家によって乗っ取られた。天正10年6月、信長が本能寺の変で死去すると、 ビンゴに逃れていた愚境の定、愚実弟北畑友近が、伊勢五家の山城に戻り再挙するが落城。後に、ガのウのもとに、客心として迎えられた。変後の清須会議にて、信ぶは、小田家の後継者になろうと画策し、小田政に服したため、伊勢国士家としての北畠家は滅亡した。中野院道勝の荒野県が、北畠家の名跡を継承したが、寛永七年。 親権が没し、後継ぎがなく、北畠家は断絶した。1871年7月、小賀の県通りの小通り城が分家して、北畠西に改正し、加盟を再考した。後に、北畠地下房秋家らを祀る両然神社の宮司を務めた。 北畑正しや北畠潮や、北畠諸しげ、北畠近房、北畠秋義北畠健安氏北畑三つ正、北畠京具北畠正里、北畠財親、北畠春具北畠具京、北畠具房、北畠区豊か1582年、小田に千せ。1871年、小鹿野家から分家。北畑通常、北畠勝通り。 北畑吉郎北畑家藩例、実践は、実施、破戦は容姿。丸数字は、歴代伊勢国史。初流、星合宿主の容姿として、家徳を継いだ。室町時代に、伊勢国に勢力を有した国史大名北畑氏の一門、かつ、重臣の中で、特に有力なものを四官僚と称した。北畑四官僚、伊勢四官僚とも、大田良編。 静止家系大辞典、第二巻に曰く、また、四関連あり。ことを司る。その族を逆ち、坂内、まる、木造、はぜ、藤方の諸子となすとある。ありがとうございます。